種まきジャーナル今日の特集です。今日のテーマは大阪の新成人は何を思うということで、上田隆之アナウンサーがスタジオに入ってまいりました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田さん、私の手元にはですね、はい、娘さんが成人式を迎えたのよというようなね、ラジオネームうずら豆さんっていう方のメールが入ってきましたけど。おめでとうございます。ね、おめでとうございます。今日は娘が成人式で大忙しでした。うん、とにかく美容院に行かなきゃいけませんからね。朝は5時起き。で、ヘアにメイクに着付けしてもって、成人式の会場行って、もうあっちゃこっちゃいろんなお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに見せなあかんし、記念写真は撮らなあかんし、結局、超最初のご飯を食べることができたのは夕方の4時過ぎだったと。大変。その後娘はもう着物を脱いで飲み会に出かけて、未だ帰ってこない、はい、というね。なるほど。いかにもという感じの一日を教えていただきました。今日大阪駅に8時前に僕いたんですけれども、はい、その時点でもう振袖の方見ましたから、やっぱり朝一番で着付けをしてと。大変よね。非常に今長丁場の一日という方大勢いらっしゃったんじゃないでしょうか。なんかこの頃の髪の毛も持って持って、あんた何十センチのね、持ってはんのいうような高さありますよね。髪飾りもおしゃれですよね。非常に多くつけていたり、キラキラしていたり。そうそうそう、今日なんか髪の毛自身にこうね、キラキラ光るような、粉のようなものをこうね。なんか振ってはったりするよね。そうなんですよね。不思議な頭の人いっぱいありますよね。はい。まあ、大変やったと思います。私も不思議と思ってしまったら、ひょっとしたらもうおじさんの仲間いるかもしれない。あ、それおじさんかもね。ごめんなさいね。はい。いえいえ、まあ、それはそれでいいとして。今日大阪府で 84,675 人、大阪市で 23,328 人の方が新成人になったと。まあ、減ってはいるということなんですけどもね。まず、朝ですね、大阪市役所に私行きまして、はい、身を尽くしの鐘をつく集いというのをちょっと見てきました、うん、毎年大阪市役所で行われている新成人の皆さんを祝うイベントの一つで、市が募集をしてそれに応じた方が50人ほど参加するというものなんですね。そう、あ、いつもどういう人がやったはんのかと思ってたんです。募集してはるんや、はい、そうなんですよ、で、今回は男性が9人、女性40人の合計49人が参加して、はい、まあ、女は積極的ですな、こういうとこも。そうですね。まあ、非常に華やかだったんですけれども、受付を簡単に済ませた後、一旦会議室に集められて説明があった後、うん、この身を尽くしの鐘というのは、庁舎、市庁舎の屋上にあるんですね。そちらに向かいます。はい、まあ、釣り鐘がありまして、高さが 1.8 メートル、8、2メートルということですから、まあ、成人男性の背の高い人の高さぐらい、知ってあるんであまりわからないんですけども、重さも800キロ以上あるということで、非常に大きな鐘なんですけども、まあ、紅白の紐が3本出ていて、それを3列に皆さん分かれて、で、弾いて鐘を20回、年齢の数だけ鳴らすと。あ、そういうこと。へぇ、まあ、煩悩の数じゃない？いや、違いますね。年齢の数ということで。しました。20回打ち鳴らしたんですけども、はい、その中に、橋本市長もいるということで、一緒に鐘を鳴らしていたわけですね。このイベントに先駆けて、記者会見を行った橋本市長の声をお聞きください。いや、もう政治に参加してほしいってそれだけですね。もうそれしかないです。もう、参加しなければ、不利益に扱われますよっていうのは、もうこれは政治の厳しい現実ですからね。無関心であれば若者には税金は回ってきません。政治に参加しなければ政治は若者に目を向けません。僕らは政治家といいますか、選挙で選ばれるものは票になる方に目が行くっていうのは当たり前であって、それが民主主義の仕組みなわけですから、20代もいざという時には動くんだよというところをしっかり政治家に示さないと、20代に全く今政治が目を向けていませんのでね。社会保障制度なんて本当ね、20代の皆さんは悲劇ですよ。かわいそう。でも、もうそれは政治に参加しないんであれば僕も知ったことじゃないんでね。はい、というふうに話していまして、祝辞もこの後参加した新成人の皆さんの前でしたんですけども、内容はほとんど同じ。政治に参加してくださいと、はい、ラジオネームミーミーさんのところはね、息子さんが成人式だったんだそうですけど、はい、20歳になって何やりたいと聞いたら選挙に行くことだと答えたと。ほー、
あのこれも後で、あの他のイベントに行って皆さんちょっとマイク向けたんですけど、多かったです。あ、そうですか。過去に取材した中で今年が一番の選挙に関心が高い若い人が多かったという印象を受けた年でしたね。それは橋本さんのメッセージが聞いているんですかね、どうなんでしょう。なんだろうな。へ、あのご本人も祝辞の後最後にはですね、あの小言みたいになったけどというふうにはつけていたんですが、まあ、やっぱりなんかしなければいけないとかですね、こうしなきゃいけないというのがこう祝辞に出てしまうとなかなか厳しいなというふうにも思ってしまったところもありました、はい。そしてこの身を尽くしの鐘の新成人のこのイベント自体に関してもですね、このように話しています。鐘をつくというのはまあ、伝統があるらしいんですけどもね、大阪市役所のここでやることと区役所でやることの整理がついてないし、もし僕が政治に向けて直接メッセージをね、出すことを局が望んでるんであれば、そしたら区役所もありますよってことを局に言いましたんでね。はあ、金をつくことからしても大阪都構想ですか。そっちに話は言ってましたね。自分で区に回っていった方が多くの人と話ができるからっていう、ね、ニュアンスなんですけども、つまり各区で金つけって話ですね。そういうことになるんでしょうかね、かなと思いました。まあ、この市でやることはないんじゃないのというようなこともありまして、これひょっとして今年最後ですかなんて僕思っちゃったんですけども、まあ、こんな言葉も出てきた今日の会見でした、はい。でこの後あの新成人の皆さん50人は会議室に移動して、その先ほどの祝辞があったりしたわけなんですけれども、あの記者その後記念撮影もあって、でその次に行われたのが、市長と明日の大阪の夢を語る集いというものでして、あの参加された新成人の皆さん49人が6つの班に分かれまして、でそれぞれ事前にあのプレゼンテーションするためにあの打ち合わせをしたそうなんですね。で成人の方たち同士で、はい、でどんな大阪にすればいいのかというのを新成人の皆さんが橋本市長にプレゼンテーションしまして、でそれに橋本市長が答えるという内容 でこのプレゼンテーションの時間が一班2分、で中にオーバーしてしまってスタッフからまとめるよう言われるというのは班もあったんですけども、市長がもう最後まで続けてくださいというふうに言ったりとかですね、あともう後のスケジュールも遅れていいのでということで、ご本人そういうふうに言いましてですね、予定を結局20分オーバーしてこの集いは終わったんですね、はい。あのここであの橋本市長のですね、まあ、得意のこう弁の立つところというのがもう存分に発揮されましてですね、ほう、例えば新成人の中からオリンピックをもう一度誘致して元気な大阪にするきっかけにしましょうという意見が出ました、ところ、大阪市の規模では世界で勝負できない、もしそういうことをするんであれば市内はもちろん他の市、大阪の他の市にも協力してもらって新しい大阪都で、誘致にすべきだと、オリンピック誘致、はい、オリンピックが入り口ですけど出口はやっぱ大阪都ですね。私はもう直接関係ないと思うんですけどね、というのはオリンピックというのは都市に与えられた、そうか、都市が参加するんですよね、権利ですね。大阪都になったからってその可能性が全然高まるとは全然思えないし、東京都も惨敗しましたよ ね、 ですね。大阪は2003年でしたかね、これあのちょっと前ですがね、惨敗しました、たった3秒でしたよね、北京と比べてね。まあそういう問題では全然ないような気がしますね、まあ、そういうふうにね理論構築するね、平野さんもね、おじさんとさ、いやでもきちんとやっぱり敗因は敗因を分析しないと、まあ、そこは本当に大切なことですよ。いたずらな希望を与えるのも私はあの良くないと思うんです、確かに。なるほど。だからその大阪市の過去の失敗も、規模が小さく単独、大阪市単独でやったからだというような言い方をしてましたね、はい、そうやったんか。東京はオリンピックを都で誘致しようとしたからいいんだというような話も出ていました。それから大阪市のゆるキャラ流行りですよね、これを作ってですね、観光に力を入れる PR ポイントにしてはどうかという新成人の方の意見が出ましたところ、ヒコニャンみたいなもんですね。そうです、はい、ヒコネの、それを大阪市でキャラクターを作ろうと、はい、いう意見に対しては今度は逆で、これはより市民に近い話なんで区のレベルで話をしましょう。で実際に区によってあのゆるキャラいる区もあるんですというようなことをスタッフから告げられた橋本市長はですね、じゃあ内区でどんどんこう作っていけばいいというような話になったわけですね。これもやっぱ大阪都構想あっての話に行くんですね、なっていくんですね、はい。
うん、そしてその中でこんなプレゼンをしたという女性が一人いましてね、はいはい、まあ、国際交流に取り組んでいるという大学2年生の女性の方、ちなみに先の選挙では選挙権はあったんですけども、もう名前を書かずに投票したということで、うん、橋本市長には投票しなかったという女性だったんですが、うん、この方の意見は大阪に農業を取り入れたり緑化をすることでそれを教育と結びつけて魅力のある町に永遠に暮らしたいと思うような大阪市にしましょうという話だったんですね。二十歳でようそんなこと考えはんね、うん、いやーしっかりしてるなと思いましたね。しっかりしてはりますね。え、女の方ですか？女性の方です、で、まあ、国際交流に取り組んでいるという方なんですけども、そういった中で障害センターとか文化センターって、まあ、市にありますけども、うん、こういったところの場所を使って会議をしたりしたいと、うん、でもなかなかこう民営化したり廃止になったり、まあ、場所自体がなくなってしまったり利用するのにコストが高かったりするというのがあって、はい、これをなんとかしたいというふうに市長にぶつけたんですね。直接言ったんですか？はい、ほう。そうしましたら市長はもうそれはすぐやりますと、へで北ヤードは緑化しますと、ほう、そういうのに具体的な話をしまして、でそういった会議室なども20代など年齢の制限をつけて若い人が集いやすい場所を作ると、早速やるというふうに話をしました。で、終わった後でこの女性に話を聞いたら次のように話していました。